ドラえもんのび太のドラビアンナイトは、藤子、F、藤代によって執筆され、月刊コロコロコ,ロコミック1990年9月号から1991年2月号に掲載された大長編、ドラえもんシリーズの作品。および、この作品をもとに1991年3月9日に公開されたドラえもん映画作品。大長編シリーズ第11作。 映画シリーズ第12作。第9回ゴールデングロス賞最優秀金賞受賞作。同時上映は、ドラミちゃんあらら少年三族団。ハールンアイコールラシード王の統治時代である794年のバグダッドを舞台に、ドラえもんとノびたたち5人の活躍を描いた長編作品、アラビアンナイトをモチーフとしている。ドラえもん、ノビタ、ジャイアン、スネオの四人が、 囚われの静かを助けに行くという展開は、大長編、第2作、第1期ではこの作品が唯一で、後に、映画、のび太の人魚大会戦、のび太の宝島の中で再びこのパターンが使用される。この作品ではドラえもんが悪役に四人間ポケットを盗まれてしまい、ポケットからの秘密道具抜きの冒険という判理を強いられる。ドラえもんが持つ便利な道具を、ほぼ、 丸ごと封印するという設定を用いた初めての作品でもある。そのため本作では秘密道具以外にシンドバッドが持つ王様のコレクションが作中で重要な役割を果たす道具として登場する。映画の予告編のナレーションは映画主題歌の歌詞を担当してきた武田哲也が行っている。また原作ではドラえもんたちは最後の戦いにほとんど関わらないが、 映画では活躍の場が与えられた。また、使用される BGM に関してテレビ朝日、テレビアニメ版の1997年のリニューアルに、先駆けて6年早く本作から、前作までと同じ菊池俊介作曲による、新 BGM に一新された。オープニング映像では、ドラえもんの描写に、それまで、タイトル表示のみで使っていた、デジタル CG を、初めて使用し、 自作以降も使われる。夏休み。ドラえもんとのびたは秘密道具、絵本入り込み靴で絵本の中に入り、シンドバッドの冒険を楽しんでいた。のびたは、最近、絵本の世界に夢中になっており、ドラえもんが用事で出かけた後、静かを誘いに行く。だが、彼女は、今から、ピアノ教室の仲間と、キャンプに行くため、代わりにジャイアントスネ夫を誘うことになった。 ジャイアントスネオがジャックと豆の木の世界に行っている最中、実は日程をついたち勘違いしていた静香も伸びけを訪れる。二人はピノッキオの世界を楽しむことにしたが現実世界に一度戻ったジャイアントスネオが絵本をごちゃ混ぜにしたことでむちゃくちゃな話になってしまい、怒った静香は先に帰ってしまう。その直後、空中を高速で飛んできた何かに衝突し、 静香は気絶したまま落下してしまう。翌日、絵本入り込み靴が3足しか揃っていないことから、誰か一人だけ現実世界に帰ってきていない、可能性が出てきた。ドラえもんが絵本を調べている間、のびたは静かたちの安否を確認しに行く。ジャイアントスネオは一緒におり、静香も静香のままから、静かなら出かけていると聞かされ、一安心して帰宅するのびただったがドラえもんは、 シンドバットの冒険の1ページに絵本入り込み靴が片方だけ落ちていることに気づき、靴が片方だけでは帰れないと教える。改めて源家に向かった二人は、ピアノ教室の先生からかかってきた電話の内容から、静香がキャンプに参加していないことを知る。静香が帰宅していないことに家族が気づかなかったのは、キャンプの日程をついたち勘違いしていたことを知らされて、 言いなかったからだった。二人は静かを助けるべく帰宅するが絵本を散らかした、ままでかけたことに怒ったママが絵本を焼き捨ててしまう。絵本の世界は架空の世界ゆえにタイムマシンでも、いけないと落胆する一行だったが、ドラえもんは最後の望みをかけて、現実のアラブの歴史について、調査を始め、アラビアンナイトに、実在の人物が登場していることから、そこから、 空想世界につながる可能性を見出す。ドラえもんと伸びたはジャイアンとスネオも加え、静かを助けるべく、時間旅行のガイドであるミクジンの案内でタイムマシンで794年のアラビアバグダットへと向かう。ミクジンとの喧嘩はカレーや盗賊のカシムの妨害を経て、四次元ポケットを失いながらも船乗り、シンドバットの力を借りて、 奴隷商人アブジルの手から静かを取り戻すことに成功する。しかし、一人砂漠に残されたアブジルは静かは諦めた、もののシンドバットの黄金宮を目指すという目的は諦めていなかった。アブジルはカシム一味を古文に加え、シンドバットたちの留守を見計らって黄金宮を乗っ取る。ドラえもんたちは助けに来た、ミクジンとともに、アブジル一味との最終決戦に臨む。 王様のコレクションに関連したキャラクターについては王様のコレクションを参照。作中で重要な役割を果たす道具のほとんどはアラビアンナイトをモデルとする。シンドバッドが第7の航海で助けた時間旅行者から送られた。p c エンジン用ソフトとしてゲーム化されている。百九十一年十二月六日にハカード版百九十二年五月十九日に スーパー CD ロム版が発売された。なお、スーパー CD ロム2版には、キャラクターボイスや映画で使用された楽曲などが追加されている。ストーリーは映画版と若干の違いがある。スーパー CD ロム版のみ。ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは、合計22点。月間 PC エンジンでは70.70 70,、70.70、70の平均70点。 マルカチ PC エンジンでは六点七八点五の合計二十六点。PC エンジンファンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており十七点三一点となっている。また、この得点は PC エンジン全ソフトの中で四百六十四位となっている。同雑誌九百九十三年十月号特別付録の PC エンジンオールカタログ九十三では 難易度は低めで、アクションが苦手な人でも楽しめると紹介されている。ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは、合計19点、マルカチ PC エンジンでは6.66.4の合計22点、PC エンジンファンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており、19.36点となっている。また、この得点は、 PC エンジン全ソフトの中で372位となっている。同雑誌1993年10月号特別付録の PC エンジンオールカタログ93では同名のフカード版がバージョンアップして登場。ゲーム自体は全く同じだが CD ロムの大容量を活かしビジュアルシーンが大幅に追加されたと紹介されている。ドラえもん映画作品ありがとうございます。